どううも、えー、おはようございます今日は嫁いない生活5日目ということで今日,、えー、今日の夜11時ぐらいに家に帰ってきます嫁がやっとひげ <laughs> も剃りました嫁のために <laughs> というわけで、えー、今朝は、えー、みんなで朝ご飯食べて今ちょっと僕は、えー、さっき海に行って帰ってきました、ね、天気いいとあの出かける 出かけられるのでいいですね今日の海はすごい素敵なのでもう一度皆様に見せたいと思いますねこんな感じですさっきねあの めちゃくちゃ人いたんですけど、今、全くいませんね。えー、というわけで、まあ、ありがたいことに、ね、今年九月で、9月に、えー、ジョージア国立歌劇場、あジョージア国立トビリ石の首都ですね、飛び石歌劇場で、ナブッコが行われるんですけど、ナブッコの出前、えー、役であの出演することになりました。 まあね、予定されてた7月だったんですけど9月のほ、えー、まに、あ、延期ということでちゃんとなんかあのシーズンオープン公演ということで一番劇場では一番あの力を入れる公演なんですけど、まあ、その公演に、あのーね、公演ながら選ばれることになりました、はい、シーズンオープニング公演は1、ね、回仮やりでいっぺんやったんですけど、まあ、やっぱり全然あの雰囲気が違うというか 歌劇場の一番最初シーズンの裏、うんね、シーズンがこう,うまくいくかいかないかをねあの占うというか、まあ、それが左右する公演なので、えー、僕も頑張っていきたいなと思います、まあ、それが終わってから、えー、9月それが終わってで秋頃にまた仮ありで、えー、あの何かオペラをする,ことをする予定です、はい こうやってねあの、セリアとかレベルが高い歌劇場にあの連続して呼ばれるってことは光栄なので、これからももっと頑張りたいと思います。で、まあ、同じサルデニアなんですけど、サッサリ歌劇場。まあ、それはセリアじゃないんですけどあの、一応フォンダツヨーネかな。フォンダツヨーネじゃないか。そイタリアはね、そのセリアの歌劇場が十何個あって、まあ、それはなんかフォンダツヨーネっていう、あの、ちょっとレベルがね、あの他の歌劇場とは異なる。 ちちっちゃい地方の歌劇場ではなくて、えーね、あのレベルが全然違う歌劇場が、まあ、十何個あるんですけどそこに出れれば、まあ、キャリアとしてあの上に上がれるというか、はい、その地方の歌劇場とかでデビューしいくらデビューしたって、まあ、1回止まりだったり、えー、後に続く公演はなかなかないんですけど、まあ、それでもねあのなんかあのまたなんかあの重要な歌劇場とか重要なコンセルバと コンセルバトーリオコンセルバトワール、ね、のためでは言いますけどあのー、音楽院のリストなどまた動画にできたらなと思いますはいやっぱね留学するってやっぱみんな音楽院を目指すと思うんですけど奨、まあ、学金とかのために、まあ、僕は音楽院とか一切行ってないんですけど、まあ、その音楽院に 入ってから、えー、歌劇場にデビューする人もいればデビューできない人もいるわけで,でやっぱアジア人っていうこともありますしそのアジア人に優しいしかもそのオペラのその歌劇場そのセリアの歌劇場にそのデビューできるそのなんだろうな音楽院っていうのはちょっと決まってるので、まあ、あのそれをまた紹介できたらなと思います僕ははい。 まあ重要なのだね日本人がどんどん外に出てほしいしあの、優秀な人がどん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 外に出て歌っていければ、またね、日本に帰ったときに、また日本のレベルがアップすると思うので、えー、まあ、動画したときは動画見てください。それでまた、えー、昼飯、今から作って、娘と息子と食べて、嫁の帰りを待ちたいと思います。 まあそんな感じかな。ということで、嫁いない生活、特にまあ、あのー、顔見ればあの、どんな生活していったかっていうか、わかると思うので、あのー、ちょっとね、日によってなんかヒゲ面だったり、あのー、なんか、あのー、顔が違うと思うので、あのー、楽しんでみてください。はい。で、この動画が良かったと思う方は、チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします、えー。オンラインレッスンもやっておりますので、えー、興味のある方は、ぜひ、 でまたね、なんか、留学したいんですけどとか、あの海外で仕事なくて困ってますとか、えー、ね、あの歌でどうやって食っていくかっていうのがわかんない人がいればまたあの相談に乗りますので、遠慮なく全然あのメールで送ってください。はい、というわけで、えー、高橋達也でした。チャオチャオ